アレクサンデル・シントロンは、プエルトリコ・ウマカオ出身の元プロ野球選手、野球指導者、ウト・リョーダ。現在は、MLB のヒューストン・アストロズで、打撃コーチを務める。シカゴ・ホワイトソックス時代ボールチモア・オリオールズ時代1997年の、MLB ドラフト36順目で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名を受け、プロ入り。メジャーデビューを果たしたのは、 入団5年目となる2001年7月24日のサンディエゴパドレス戦だった。2001年と2002年は控えの内野手の控えとして出場し、2003年にトニー・ウォーマックの代役としてメジャーに定着。その後は遊撃手のレギュラーポジションを獲得したのは一度だけながら、控えの内野手としてメジャーに定着し続けている。2006年は、 WBC プエルトリコ代表のメンバーとして出場し本塁打も記録している。2006年から2年間はシカゴホワイトソックスでプレー。2007年オフにホワイトソックスから放出された後、2008年はシカゴカブスとマイナー契約を結んだものの3月26日に契約を解除される。その後3月30日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結び、 5月11日にメジャー昇格を果たした。2009年2月、ワシントン・ナショナルズとマイナー契約。2010年2月22日、ニューヨーク・メッツとマイナー契約。2011年は当初、メキシカンリーグのラグナカウ・ボーイズでプレーしていた。その後、5月3日にパドレスとマイナー契約を結んだが、24日に引退を表明。 7月に引退を撤回して復帰するも28日に自由契約となった。その後2012年にメキシカンリーグのメキシコシティレッドデビルズと独立リーグアトランティックリーグのシュガーランドスキーターズでプレーして引退した。2017年にはヒューストンアストロズでスペイン語の通訳を務めた。2018年シーズンからはアストロズの一類コーチを務める。 2019年シーズンからは打撃コーチへ転任となる。2020年8月9日のオークランドアスレチックス戦でアスレチックスのラモン・ラウレアーノを侮辱する発言を行った結果、双方つかみ合いの乱闘に発展し退場処分を受けた。11日に MLB より20試合の出場停止処分を受けた。ポジションは主に遊撃手で、他に二類種。 サンドイシとしてのプレー経験がある。ありがとうございます。